メディア学部の佐藤優也です。私が所属している菊池研究室では3年前からこの GoPro 6台を使用した特殊なカメラで360度全方位撮影する360度動画に関する研究を行っています。今年は大学の広報と協力して八王子キャンパスを紹介する360度動画を制作し、オープンキャンパスでこのハコスコを利用した VR コンテンツとして体験ブースを設置しました。撮影はドローンを使ってキャンパス内を空撮したり、施設紹介を担当するナビゲーター役の同級生を手配したり、いろいろ大変なこともありましたが、とてもいい経験になりました。来年度のオープンキャンパスではさらにブラッシュアップしたコンテンツを制作するつもりですので、ぜひ遊びに来てください。